はい、こちらには本日東証マザーズに新規上場しました証券コード3461パルマの代表取締役社長高野茂久さんにおいでいただきました。高野さん、よろしくお願いします。株式会社パルマの高野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど株価を見ましたら買い気配のスタートとなってました。どんな気持ちですか？大変高い評価をいただきまして、皆様に感謝しますと、と同時に、今後のですね、成長をですね、果たすべく、頑張っていきたいというふうに思っております。まず事業内容のご紹介からいただきたいんですけども、説明書を見ますとセルフストレージビジネスプロバイダー、はい、そういう事業展開だというふうに、書いてありますが、このセルフストレージというのはまず一体何なんでしょうか？セルフストレージっていうのはなかなか耳慣れない言葉だと思いますが、日本では一般的にですねトランクルームと呼ばれてるんでございます。ただトランクルームというのはですね、正確に言いますと、はい、日本の倉庫業法上の倉庫の中でですね運営されるビジネスに限定されておりまして、はい、私どもが主にお客様としている事業者さんはですね、収納の空間を貸すというですね、ビジネスをやっておられまして、レンタル収納スペースと呼ばれたりですね、レンタルボックスとか呼ばれている事業者さんなんですが、まあ、いろんな呼び方がございますので、私どもはここではですね、グローバルな呼び方でセルフストレージという呼び方で呼んでおります。ちなみにこちらの絵にございますような日本ではですねコンテナを改装したりですねビルのワンフロアを使ったりというようなビジネスで、まだ規模的には小さいんですけれども、海外ではですねビル1棟をですねセルフストレージにして1000室2000室というような施設がございまして、特にアメリカはですね3兆円市場でして、映画産業の2倍も市場規模があるという巨大なビジネスでございます。あ、そうですか。この写真の上の日本のセルフストレージというのは街角で結構見かけたりしますよね。そうですね。そうすると海外のマーケットが非常に大きい、はい、ということなんですけれども、はい、日本のマーケットもこれからその海外マーケット並みにアメリカのマーケット並みに成長していくよという、そういう、まあ、ストーリーが書けるわけですね。そうですね。今アメリカはですね11世帯に1世帯が使っていると言われるんですが、はい、日本はまだですね100世帯でですね 0.67件しか使ってない、はい、非常に普及率が低くございまして、ただこの5年先まで見通してですね、はい、各大手の事業者さんは、大変大きな増設計画を持っておりまして、うん、その供給ベースだけ考えても現状のですね2倍以上になると、うん、さらに新規参入者も増えておりますので、うん、当社はですね、5年でですね3倍ぐらい、10年考えると5倍ぐらいの市場、100世帯あったらですね2、3軒の家がですねこういう収納空間を使っていてもおかしくないんではないのかと、こういうふうに思っております。みんなが使うようになってくるだろうということですかね。はいはい。まあ、そういうマーケットのお話をいただきました。じゃあその中でその御社はパルマさんはどういうビジネスをやっていくのかというお話をいただきましょうか。はい。私どもですねこの業界向けにですね3つのソリューションサービスをやっております。ビジネスソリューション、 IT ソリューション、ターンキーソリューションというサービスでございますが、この中で一番基幹となるビジネスはですねビジネスソリューションサービスというものでございまして、はい、これはですね、このセルフストレージを新規で契約される際にですね、私どもと利用者さんと事業者さんで3社間で契約を結んでですね、そちらにある入金管理からですね遅れた場合のですね滞納の保証、あるいは荷物を置いていなくなっちゃう人なんかもございますんで、そういう人たちのですね荷物のですね撤去、そういうところまで一貫してサービスをするという内容のビジネスでございます。あるいは一方でコールセンターとしてですね申し込みの受付等まで含めたサービスも展開しております。そしてその今のビジネスソリューション、はい、今のはこの図でございまして、ですね、はい、はい、事業者さんにとっては先ほど申しましたサービスを当社が提供することで、非常に楽に運営ができると、
またそれに関わる費用はですね、事業者さんの方が保証料という形で負担しますので、事業者にとっては内部コストを外部化できるので非常にコスト削減になると。一方利用者の方は、私どものサービスが始まるまでですね、まあ、平均賃料1万円ちょっとぐらいのものなんですが、それでもですね、連帯保証人をつけてほしいとか言われていたものがなくなって、かつですね、今はもう契約のですね、9割以上が非対面のですね、郵送契約とかウェブ契約です。我々がそのリスクを引き受けることによって、利用者さんはわざわざ、事業所まで足を運んで契約をしなくてもですね、簡単に借りられるようになったと。また、集金しているお金はですね、私ども信託口座を設けて分別管理をしておりますから、事業者さんにとっても非常に安心できるサービスを提供させていただいているということでございます。ここで確認なんですけれども、はい、今そのセルフストレージ事業者という名前が出てきますけれども、パルマ自身が物件を持って、それでもって利用者に貸すということはしないんですよ。はい、私どもはあくまでも事業者さんのアウトソーサーでございますので、逆にアウトソーサーの中でも事業者さんのお困りごとをすべてですね、解決していくサービスを提供するというのが私どものモットーでございます。裏方に徹する支援事業、はい、ということでしょうか。はい、そしてその現在のですね、マーケットの状況と御社のその経営の状況を簡単にご紹介いただけますか。はい、私どもはですね、現在市場にですね350社ほどオペレーターが、事業者さんがおられますけれども、そのうちの200社以上と取引をしております。そちらの持っておられる、部屋数がこの黄色い部分、21万室、全国のですね供給量が35万室ございますんで、そのうちの21万室私どものお取引先さんが部屋数を持っております。でその中でですね、私どものサービスをまだ試験的に導入している施設がございまして、そういうものを除きまして、完全に導入しているっていうのがですね、12万室ほどございます。でその中で、先ほど絵でご案内したような3社間の契約を、新しく借りるたんびにですね、結んで累積したというものがここまで5万室ございます。ですので、まあ今のまま自然体でいきましてもですね、ある程度の成長は見込める。で先ほど私ども他に2つのソリューションサービスを IT とターンキーとやっとるんですけれども、まあ、この普及のサービス普及の度合いをですね、前の方がよろしいですね、その普及の度合いを高めるために、私どもはウェブでのですね集客ビジネスと、あと決済ビジネスを始めまして、それがニコニコトランク、こちらはですねセルフストレージを予約する際に、南向きがいいとかですねお好みほとんどなくて、部屋の大きさとですね、場所だけ確認できれば、もうすぐ借りられるんで、その場で予約決済ができるホテルの予約サイトのような機能を持ったサイトでございます。ネット上で予約できると、すぐ使えるようにできると。でもう一つは、新規でこれから参入される会社さんがどんどん増えていくと、今年CB リチャード・エリスさんが調べたデータによりますと、日本の市場、東京の市場がですね、ニューヨークと同じぐらい普及するとするとですね、もう75万室、作る余地がある。実はニューヨークはですね、アメリカの中でも供給面積は少ない方でして、それと比較してももう75万坪、作る余地があるということで、今後新規参入組が増えると予想して、そういう方のために物件を探ししたり、作って差し上げるというサービスを私どもはターンキーソリューションと呼んでおります。物件開発開業支援、そのビジネス、それまで含めて今後 その成長イメージを、こちらの図でございまして、先ほど申し上げましたように、ある程度お取引先のですね、囲い込みというのができましたので、今のまま自然体でいきましてもですね、ビジネスソリューションというのは伸びるんですけれども、さらにそれを加速する新しいサービスをやっておりますので、この薄い紫のゾーンが今後の経営者を
私ども成長の傾斜を高める部分、はい、さらに、短期ソリューション IT ソリューションでですね、うん、もっと成長の度合いをですね高めていこうと今思っております、うん、それをさらにこんな形で、そうですね、今の私どもの戦略としては、はい、ビジネスソリューションのプラットフォームをですね業界にある程度普及させましたので、はい、次は集客決済のですねプラットフォームをこの上に重層的に重ねていって、さらには新規に市場に参入される方をですね市場参入時からワンストップでサービスをすることによって、どのサービスも大きくしていこうと、こう思っております。そして具体的にですね、もうすでにその新しいビジネスが売り上げに立ってきているというのは、ね、はいはい、うね、こちらの図です、ね、図ですね、今期は売上高高いですね、 51.4% 増、はい、営業利益は 41.2% 増、はい、27年9月期見込んでいらっしゃいますね、はい、それでここにあります一番右側が今期の売上高の予想の図なんですけれども、はい、緑色がこれが、短期ソリューション、はい、そしてブルーの部分が IT ソリューション、はい、それぞれ新しい事業として乗っかってくるという見通しですね、はい、そしてこちらは、利益の推移です、はい、まあ、純利益ベースではちょっとデコボコがあるんですけれども、経常利益は順調に拡大しているということですね、はい、そして今後の事業ターゲットを簡単に、今後の事業ターゲットは今内外の投資家がですねこの業界に資本を供給しようとしておりますので、はい、それを私どもですね誘導していこうと、で業界お取引先とともにですねその資本を供給して発展をしていきたいと、さらには私ども自身がセルフストレージファンドを作って、はい、NPM をやっていきたいなと、あるいはまだ唯一ですねアメリカにあって日本にないリートの分野がセルフストレージですんで、そういうものを作れるような環境を作っていきたいなと思っております。わかりました、リート設立までということですね、はい、今番組を見ていただいてます投資家の皆さんにですね、はい、メッセージを一つ、私どもセルフストレージを通じてですね、豊かな住空間を提供できるようにしたいと思っておりますので、ぜひ今後ともですね、私どものですね、ご指導ご支援をお願いしたいと、こういうふうに思っております。セルフストレージというニッチなマーケットでのビジネスですね、はい、支援サービス事業というんでしょうか、はい、なかなかユニークな業態だと思いますので、はい、ね、ぜひとも頑張っていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます、本日はですね、パルマの高野代表取締役社長においでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。